皆さんこんにちは、小千田塾の小千田です。お知らせ、ライブ配信のお知らせでございます。5000人突破ライブ配信というわけで、大変遅くなりましたが、私のメインチャンネルですね、サブチャンネルも突破してるんですけど、小千田式日本語教室のチャンネル登録者が5000人を突破いたしましたので、その突破記念といたしましてライブ配信をいたします。皆さんいつも本当に高評価コメントいただきまして本当にありがとうございます。今後ともどうぞよろしくお願いします。ライブ配信なんですけど、7月の31日金曜日ですね、金曜日の7月の終わりですね、7月31日金曜日の、夜の9時21時から、しようというふうに思っております。前回はね、大変申し訳ありませんでした。突発的に深夜にライブ配信いたしまして、30人40ぐらいの方ですかね、同時にご覧いただいた数っていうのはそれぐらいだと思うんですけど、見ていただきまして本当にありがとうございます。西川さんとダラダラとね喋りながら、お話しさせていただいたんですが、私がねどうやってやるのか心配だったので、ちょっと西川さんに聞きながら、新しいパソコンでもあったので、ちょっとそれをね聞きながら、ちょっと勉強いたしました。なのでこのライブ配信は私一人で、やっていこうと思います。もうそろそろね、やっぱりね、赤ちゃんじゃありませんからね、やっぱりね、独り立ちしなければなりませんということで、5000人突破ライブ配信は小千田一人ですね、やっていこうと思いますので、こうね、コメントとかがないとね、私がただ黙っていることになってしまいますので、皆さんどうぞよろしくお願いします。ということでね、今日はお知らせということでやっていきました。まあ今後ね、まあ、どんな質問でもいいので、ぜひね皆さんがお持ちの質問をですね、ライブ上で、ライブ配信上でいろいろ質問したりとか、いろんな感想とかね、もう雑談とかでもいいので聞けたら、お話を聞けたらというふうに思っております。まあね、私の YouTube チャンネルもね、まあ、いろいろ方向性を考えなくちゃいけないということなので、まあ、やっぱこのライブ配信もね、やっぱり一つ結構ね、毎回やって楽しいんですよね。楽しいので、このライブ配信も定期的にやっていこうかなと。今回のね、5000人突破までは、このお知らせをして、なんか何時にみたいな感じでやろうと思うんですけど、次回からはね、もっと数増やして、まあ一応ね、ライブ配信のあれは組んで、皆さんに告知っていうかライブ配信しますよみたいなことはするんですけど、突発的にやったりとかね、いろいろライブ配信も力を入れてやっていこうと思いますので、私のね、喋りの力も鍛えなくちゃいけないので、頑張ってやっていこうと思います。というわけで、とりあえずね、7月31日は、5000人突破の記念のライブ配信いたしますので、ぜひよかったらお時間ある方は見てください。金曜ロードショーの映画に、ね、負けちゃうかもしれませんけどね、それは録画しておいていただきまして、ぜひ、私のチャンネルのライブ配信を見に来ていらっしゃってください。というわけでお知らせでした。またお会いしましょう。ありがとうございました。皆さん最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。この動画いいと思ったら高評価チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。また明日の授業で会いましょう。